はい、どうも、太郎丸です。マイナーチェンジ後の、えー、コペンの見積もり書をもらってきましたんで、そちらを動画にしようかなと思います。えー、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日やることはこの4つでございます。まずはコペンの見積もり書を見てみようということでですね、えー、少しお話しさせていただきます、えー。内容はということでですね、えー、次のページから画像で説明します。 えということで、こんなような感じでございます。まあ、消費用であったり、絶金であったりとかは、店舗によって変わるかなと思いますけれども、車両本体価格見ていただければなと思います。セロ S で、えだいたい231万円というような形でございました。今、えこれが、え今までで一番、え高い状態になってるんじゃないかなと思います。 私がですね、4月に取った、えー、見積もり書っていうのもございまして、そちらは特に載せる予定、載せるつもりないんですけれども、えー、本体額でセロ S は、えー、2169,200円だったんじゃないかなと思います、えー。かなり値上がりしましたよというような感じでございます。230万円ですかもう15万円ぐらい違うような形になってます。今、まあ、10万円。 ん違う。10万円ですかね。15万円近く、えー、上がってるかなと思います。結構、そうですね。値段の差が出てきていますというところで、うーん、結構上がりましたね。で、あとはですね、まあこれが現金一括でお支払いした場合のような、 状態。で、私がいつも通り付属品はあまり使いませんので、何もないような状態ですね。で、書いてあります。で、なぜか勝手にレッドインテリアパックになってますけれども、私はレッドインテリアパックを頼んだ覚えはありませんけれども、なぜかレッドインテリアパックになっております。なんででしょう、え。ー で、これがワンダフルツインっていう2回払いですね。今までの動画であれば、私、えー、ワンダフルツインはこう2分割できるんで、えー、結構いいなっていうことを話してて、ここのカップ手数料ってやつですね。一番下お支払い方法の中のカッコ B。 カップ手数料ここがゼロだったんですよね。長野大発さんって。それがですね、まあ今回見積もりを取ったところ、まあお金がかかるというふうに言われてしまって、ちょっと衝撃的だったというか、うん残念にな、残念な部分だなと。12万円よく余分に取られるわけですから、えー、単純に値上がってる感じになっちゃいますね。でいくともう276万円って300万近くになっちゃうんですよね。 うんコピンに300万出すかっていう話で、うん、そうですね。そもそも264万っていうのも、私にとってはもう、購入をしようとは思えないほど値段が上がってて、えっ、ー、と、今までであれば230万円で最安買えたんですよね。えー、割引とか色々。私がもらってる見積もりの中で一番安かったのは231万とかそんなだったと思うんですけど、 これはもう買えないなっていう金額まで来ちゃってますね。あの時に買っておけばという気持ちは少しあります。そしてですね、これがワンクレ均等ってやつですね。61回の支払いです。えー、5年と1ヶ月ですね。えー、初回から。 ってですね60回で割って最初の金額のお支払いが84万円あるパターンこれはですねカップ手数料22万円ってことで金利、えー、手数料が確か2.9%で計算されてたんじゃないかなと思いますけれども 現金50万円用意した上で、カップ手数料22万円。この現金50万円というのはですね、私が指定したわけではなく、向こうが指定してきた金額です。で、50万円を超えて支払うと、3.9%になるっていう金利手数料がですね、もう鬼のような仕様ですね。で、286万っていうことで、 もうその場では何も言わずにはいはいと聞いてましたけれども、もう本当にこれの、この支払い方は絶対にありえないなっていうふうに見てました。もう一個戻りますけど、ワンダルフルツインだって、最初の支払い180万円ですからね、ジムニー買えちゃいますよ、今の。今来たら下手したらジムニーの XC っていうのを値引き込みでこのぐらいの金額で買えることは知っているので大体。うん、これ買えちゃうなってジムニーが思っちゃいましたね。 はい。っていうことで、まあ、うーん、私だったらもう、コペンは買わないかなっていう新車では思っちゃいましたね。で、コペンの見積もり書を見てみようってことで、続きですけれども、二分割支払いに手数料っていうのが、私は衝撃的だったことですで。今年の4月時点では手数料がかからなかった。 と言われております。えー、というか、4月時点では、手数料がかからなかったことは知っております。えー、手数料がかかるようになってきてしまったようで、ちょっと残念だなと思います。まあ、これにて、コペンの購入はさらに現金が必要になったと。えー、セロ S でなく、まあ、ローブのノーマルとか買えば、まあ、もう少し安いんですけど、それにしたってよ、って感じですね。 えー、まあ、コペン購入にはさらに現金の必要、用意が必要になってしまったので、つまり、新車での今年中の購入はなくなったかなと思います。なかなかいい中古車も巡り合えないんですけども、中古車を探すことにしました。えー、コペンと、えー、N1RS ですね、現在は。えー、いろいろ他にも車種を検討しながら、 考えていくしかないかなと。この2車種は本当に弾が少ないんで、他にもいろいろ考えながら購入の手段を探っていこうと思っております。で、金額についてです。まあ、以前よりも10万円ほどアップしましたね。まあ、15万円ほどですか。だいたい。装備は以前よりも多くなったんじゃないかなと思います。えー、まあ、バックカメラとかね、そういうのだと思うんですけど。部材の値上げもあったでしょう。工程も増えるんだろうと。 まあ人件費がかさみますよね。まあ、いた方ない部分なんじゃないかなと思っております。ということで、詳細な情報についてです。えー、変更点、金額アップの理由あ、装備の変更点ってところで、<coughs> まあ、今のところディーラーでも不明みたいですね。また、以前まであったオーディオレス仕様への変更、オーディオレスっていうオプションがあったんですよね。 のがなくなりました。えマイナス1万いくら ?2、3000円ぐらいだったかな ?6000 円だったかなそんなえ、ちょっと本体価格が落ち、本体価格じゃないですね。オーディオレスパックっていうのにするとですね、こう値段がちょっと下がるっていうようなオプションがあったんですけど、それがなくなってしまいました。まあ、なので、ナビオーディオのいらない私にとってはかなりマイナス点かなと思います。まあ、これがないと見た目がこう、 しっかり穴入いた状態で来ちゃうんで、このオーディオレス仕様のこう、パネル買い足さなきゃいけないとかっていう話になるかなと思います。で、それと予想の範疇なんですけど、ひょっとしてディスプレイとバックカメラついてくんじゃないかなっていう、まあ、そのためにオーディオレスオプションがなくなった。まあ、要は、えー、まあが、バックカメラはわかんないですけど、今の まあ、これからの放棄に習うとですね、あの、バックセンサーがついてなきゃダメ。もしくは、えー、バックカメラがなきゃダメみたいな、多分放棄に変わると思うんですけど、これから、えー、2025年からですか、えー。それの対応のために値段が上がったんじゃないかなと思いますけど、まあ、ひょっとしたら、まあ、ディスプレイとバックカメラが必須でついてくるのかなと思っております。それぐらいの値上げのインパクトがありましたね。で、まとめでございます。 まあ、値上げも仕方ないかなとは少しは思います。今年のうちに対応しなければいけない放棄っていうのがあり、まあ、装備も増えた、えー。部材も高くなり工程も増える、えー。値上げの判断に納得もいく。まあ、しかしそれが購入を躊躇する一つの要因になったかなと思います。まあ、単純に値上げ、値上がっちゃったんで今までの価格知ってると余計にちょっと、うん、そこまでしてコペン欲しいかなって。 っっていうう感じにもなちちゃう気持ちはありますね私やっぱりこうお得に車を買いたいというかお得に買わなければ買っていいものではないと思ってるので、まあ、そういった意味でもコペの購入っていうのは23歩下がったような感じになっちゃいましたねで長野ダイハツの販売の二分割払いは手数料ありにっていうことでまあそうですね ここは現金一括で買うのが賢い買い方なのかなとは思うんですけどまあ手数料がなければですね最初にこう何十万約何十万払っといてえ後にも80万払うみたいなのは結構この手元に多めにお金が残せるのでその分投資に回したりとかその5年間の間にまあ80万円プラス 60万円から100万円ぐらいのこう生活余剰資金ですよねを持っておいてこうそれ以外は全部投資に回すとかそういう考え方ができてたんですけどそれがちょっと今回難しいのでうーんちょっと他の車種になっちゃいますねっていう新車で買うなら思いましたでまあそんなような形で、えー、コペンの見積もり見ていって きましたけれども結構値、ね、上がりましたね。残念な部分です。いつもご覧いただきありがとうございます。皆様のおかげで楽しく動画撮れてます。グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。えー、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、まあこれからも、まあ中古車っていう方向にはなりましたけれども、えー、車の購入を考えて行動をしていきますので、 えー、まあ私の行く末を見守っていただける方はですね、チャンネル登録していただければ幸いでございます。あとはですね、今後はちょっと、えー、ドライブ動画なんて出そうかなと思っております。まあ私の愛車ですね、えー、ルノ・トゥインゴがもうすでに1台ありますので、そちらの動画を少し撮ってあげられればなと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。さよなら、チャンネルバイバイ。